お風呂の王様は東京建物グループの東京建物リゾート株式会社が関東地方で運営するスーパー銭湯チェーン。1999年1号店として東京都板橋区に東京23区内では初となるスーパー銭湯お風呂の王様光が丘店をオープン。その後も首都圏エリアに出店しチェーン展開している。2014年2月 当時の株式会社ホットネスが、総鉄不動産販売株式会社より、夢見ところ心地湯の4店舗を取得し、同年6月には全店舗が当チェーンに組み込まれることとなった。さらに、2015年6月には、前年に閉店していた、ヤマトの湯、相模原店を改装し、約1年2ヶ月ぶりに、新装をオープンへした。また、 2015年4月1日には株式会社ホットネスが東京建物リゾート株式会社に吸収合併され当チェーンも同社の運営となった2019年12月時点では東京都内に3店舗神奈川県内に5店舗埼玉県内に1店舗の計9店舗が展開されている従来の店舗はスーパー銭湯お風呂の王様として展開されてきたが旧 夢見ところ心地湯の店舗のうち天然温泉を導入している3店舗と、旧大和の湯、相模原店は夢見ところお風呂の王様。さらに、大井町店と、高座渋谷駅前店は岩盤温熱お風呂の王様という名称で展開されている。また、源泉かけ流しの天然温泉や、高濃度人工炭酸泉の浴槽、岩盤浴などを導入している店舗もある。 なお、各店舗における、施設等の詳細は公式サイトを参照のこと。旧夢見所心地湯の2店舗。旧大和の湯の1店舗を含む。旧夢見所心地湯の1店舗を含む。大今地点に、男性同士の同性愛者が集まり、男湯や男子トイレにおいて、性的な行為を行う、他の男性客の体を許可なく触る、等の迷惑行為が見受けられた。 これにおいて運営側は店舗のホームページ、貼り紙、ポケットティッシュ等での注意喚起や通報への協力要請、泡が資角となるためジャグジーバスの泡を暗くなる19時には止める等の対策を行っている。ありがとうございます。